こんにちは、シュウです。今回はね、ワールド2の紫コイン集めに行こうかなと思います。じゃあ、やってみましょう。うん。これね、キャラクターはいつもと同じピーチですね。これ、ルイージとかさ、ヨッシーってどうやったら出んだろう。うわー、これ一回ブロック叩くか、右の。はい。あー、違うね。うわー、これ一番上とりあえず行ってみよう。はい。あ、ないね。扉入っちゃおうか。ないもんね、これ。確か真ん中のとこが正解だったんだけど。やべ、危ね、危ね、今。あ、待って、ここじゃない？ほら見ろ、今、よく気づいた、よく気づいた。やべ、いなくなったよ。これ、どこに隠すよね。オッケー。で、ちょっと待ってね。ここ、真ん中だった気がするんで、一回テレサいるから、ここ入っちゃおう。ここ入って、よし、で、ここ普通に歩いて、オッケー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 。危ね、見逃すとこだったわ。で、ここ一回叩いて、ああ、違うね。で、ここは入んないようにした方が絶対いいもんね。オッケーオッケー、あった、紫コイン。全然考えてなかったけど、よしよしよし。で、ここ入って、ここは乗んないようにして、ジャンプ。よしよし、めっちゃ順調じゃないこれ、今日。で、これどこ、確か下から2番目が正解だった気がする。ここなんですよ。で、上の方にあるね。でね、意外とこのゲーム時間が限られてるから、そこは早めに。で、しっかり取って、この下のね、透明、あ、やべ、一個取り、これじゃないかな。ここに、オッケーオッケーオッケー。やばい、過去最高に順調。で、ここで入る。初めてだな、紫コイン初見で全部取れたの。あ、これ当た、オッケーオッケー。ジャーン。いいですね。あ、で、これ、タイムの隣の左のやつを押すとなんか、泡状になって、泡っていうか、戻れるみたいなんですよね。コメント欄で教えてもらったんだけど。オッケー。よし、次行こう。テレさんとかあれだね。なんか同じとこ何回も行き来できるから、意外と、初見でやるにはいいかもしれない。こういう普通のとこだとね、通り過ぎちゃって、ああ、みたいなことあるから。行っちゃっていいね。あぶね、あぶね、あぶね。何やってんだ？あ、オッケー、こういう。これ戻る、戻る。オッケー。ああなるほど、一回で行かないとダメなのか。うわ、やばいやばいやばい。何やってんの、何やってんの。よしよし。これ何回も行けるわけじゃないんで、一発で行かないと。でもこれどうやって行けばいいの？で、取って一回もうこれ無理だ。これ、どうやって濃痕っていうか、普通に行けばいいんだろう。しょうがない。一回命犠牲にして、ここら辺かな？ここら辺で戻って。で、今結構難しいと思うんだけどな。ここありそう。ないか。で、ないね。行っちゃおう、行っちゃおう。で、ここありそうだな。うわ、これやられんのか、飛び越えないんだね。でも、ありそうなんだよね、そこ。オッケー、あったね、やっぱ。で、これ上かな。下も怪しいんだけど、上行っちゃおう。オッケー。よしよし、タイムアップと、タイムアップじゃね。タイム取って。いや、今、あれそうだった。これ上に絶対あるよ、ほら見ろ。で、残り、ああ、いいね。こういう目に見えるとこめっちゃ優しいよね。ブロックに隠されてるとこ若干セコいみたいなとこあるかな。オッケー。で、これ大丈夫いって。オッケーでしょう。これ全部取ったらとかっていうのはないよね。あ、取れなかったし。どっちだろう。上か、上行くか。上行って、飛んで、これ下っぽいな。いや、でもなんもないな、下。どうしましょう。時間もあんまないから行っちゃおう。ほい。あれ、ラスト1個いないぞ。内臓。ほい。やべ、やべ。間に合うか。でもラスト1個いないな。
ここあるかな。あれ、ない。よし、4つ目取った。4つ目取ってラスト1個だもんね。ラスト、これ全部取ったらとこなのかな。やばい、ちょ、間に合わないわ、これ。結構短いんですよね、あの、青いコインの時間が。とりあえず、さっき上行ってから一回下行ってみようか。そんな下行っても変わんない。このコイン辿ってみようか。このコインさっき無視したんじゃなかったかな、死ぬと思って。あった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 、オッケー。これで全部だ。よしよし、あとゴールするだけ。ゴールするのは比較的簡単だから。そうか、基本的にっていうか、コインちゃんと辿ってった方がいいな。オッケー、残り2ステージ。コイン無視しちゃダメだね。ああいうなんか怪しいコインは確実に道を辿ってこう。オッケーです。いや、ピーチ使いやすいな。これキャラクターによってじゃないとさ、取れないとこあんじゃないかな。このさ、2-2の一番最初のとこ、やられないと絶対取れないと思うんだけど。まあいいよ。2-3行きましょう。ああ、ここきつそうだな、初見だと。コウモリは無視して。うわ、上か、間に合え。いや、これいけるな。壁キックうまいこと使えば。これいいね。壁キックあんの結構ありがたい。よしよしよし。あー、今ピースイッチ、上行こう。いけ！いいねー。で、これ全部叩く。うん、キノコは意味ないからね。意味ないわけじゃないのかな。はいー、これスター敵当たっても、あ、逆にこれスターあると上いけないとかある。この子踏めなくて。いや、どっちかな。上だ。危ねえ、今ギリギリだったね、スターの時間。あのコウモリにやられるとこだった。いや、でも4つ取ってるよ。これ上だ、絶対。うまっ。いいね、今回調子いいよ。よし。で、ラストですね。うん。じゃあ、今回ここ行って終わりましょう。はいよ。いやー、難しそうだな、この飛行船のとこ。大砲バンバン。このブロックは全部叩きたい。はーい。あ、でも、これは多分1個目だね。そうだね。基本的にブロックは全部叩きて、みたいなとこあるからな。叩け。あ、まあ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 。これは一気アップ的な感じだね。上行きたい。よっしゃ、今上だ。いや、これ、いや、さすがに上無理だな、今の。よしよし、これ全部叩きたい。いけるか。いや、無理だな。ラスト1コインはどこにあるのでしょう。でも結構起きた。いや、わかりやすい、ありがたい。うん、あとはクリアするだけ。このゲームね、ボスは基本的にそんな難しくない。これ、動画で前、モートンって言ってたんだけど、名前ブンブンらしいね。でも、モートンもこんな感じじゃなかったっけな。あ、でもマリオと違って一回も食らえないっていうのが、どう出るか。はいよ。で、ここは待機安定だね。はいよ。やっぱボスは、でもクッパがちょっと難しいんだよね。オッケー。うん、今回、4分の3は初見でいけた。よし、いいね。お、これ右上のコインって何かに使うのかな？なんか買ったりするのか？ちょっとね、まだそんなやってないからわかんないんですけど、ここしかやってないからね。ワールドツアーしか。はい、ということで、次回ね、3-1の紫コインから集めていきたいなと思います。今回はこれで終わります。バイバイ。